涙の道、涙の道、涙の道、A、トレイル・オブ・ティアーズとは、1838年に、アメリカ合衆国のチェロキー族インディアンを、後に、オクラホマ州となる地域のインディアン居留地に、強制移動、させた時の交流。言う。この時、1万5千名いた、チェロキー族のうちおよそ4千名が途上で亡くなった。チェロキー族の、涙の道は、 1830年のインディアン移住法の規定に基づいて署名されたニュー・エコタ条約の実践として起こった。条約は、東部のインディアンの土地とミシシッピ川犠牲の土地との交換を取り決めたものであったが、インディアンの選ばれた指導者たちにも、チェロキー族の大多数の人々にも受け入れられてはい、なった。それにもかかわらず、条約は、時のアメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンによって、 実行に移され、西部に出発する前に合衆国軍が一万七千名のチェロキー族インディアンを宿営地にり集めた。死者の多くはこの宿営地での病気で倒れた。最初の集合の後は合衆国軍の役目は限られたものになり、チェロキー族が移動の大半の監督を担当した。チェロキー族の言語でこの出来事はウベナデューラツベヨ。 我々が泣いた道と呼ばれている。チェロキー族は合衆国のインディアン移住の動きの結果として移動させられたインディアンで唯一のものではなかった。涙の道という言葉は同じように移動させられた他の種族、特に5つの文明化された部族が体験した時も使われた。もともとこの言葉は最初に5つの文明化された種族の一つ、直闘族が 強制移住させられた時に生まれた。19世紀初期における合衆国の急速な人口増加によって多くの州の境界内に住むアメリカインディアンとの緊張関係が高まった。州政府は境界内に独立したインディアン居留地を抱え込むことを望まなかったが、インディアン種族は移住することを望んでいなかったし、独自のアイデンティティを持つことを諦めようとは思えていなかった。 1802年の協定でジョージア州は連邦政府に対する西部領土の領有権主張を諦めたこの領土は後にアラバマ州とミシシッピ州になったその代償に連邦政府はジョージア州の中に住んでいるインディアン種族を移動させる条約の締結と実践を約束したこのことによりジョージア州は教会内のすべての土地を管轄可能になった ジョージア州とチェロキー族との間の緊張関係は1829年にジョージア州ダーロネガの近くで金鉱が発見されたことで頂点に達した。このことは合衆国の歴史の中でも初めてのゴールドラッシュを生んだ。期待を抱いた金の炭鉱士がチェロキー族の土地を通過し始め、ジョージア州政府には1802年の協定の約束を満たすよう圧が高まった。 ジョージア州が1830年にチェロキー族の土地に州法を及ぼそうと動いたとき、問題は最高裁にまで挙げられた。1831年のチェロキー族対ジョージア州事件では、最高裁は、チェロキー族は独立した主権国家ではないとして上告を帰却した。しかし、1832年のウースター対ジョージア州事件では、インディアン問題が、 州政府の問題ではなく、連邦政府のみが取り切るものであるので、ジョージア州が、ェロキー族の領土に法を押し付けることはできないと、判決した。アンドリュー・ジャクソン大統領は最高裁に食ってかかる、時に、ジョン・マーシャル、当時の最高裁長官は、判決を下す。今度は、その判決を実行させろと言ったと言われる。ジャクソンは、本当は、 このようなことを言わなかったかもしれないが、インディアン移住の政策に積極的に関わった。ジャクソンはこの頃、無効化の危機として知られることになった州の権限問題巻き込まれていたので、ジョージア州からチェロキー族を守るために国家権力を行使しようとは思わなかった。1830年のインディアン移住法によって、アメリカ合衆国議会は大統領に、 東部のインディアンの土地とミシシッピ川礎の土地を交換する移住条約の交渉をする権限を与えた。ジャクソンはジョージア州との紛争をチェロキー族に移住条約に署名させる圧力に用いた。ジャクソンが1832年の大統領選挙でジスベリ的勝利で再選されたことにより、チェロキー族の中でも最も必要に移住反対を唱えていたものも、 その立場について再考し始めた。チェロキー族のメージャーリッチに率いられ、その息子、ジョン・リッチと老いのエリア・スブーディノットとスタンド・ワティーは、理事党あるいは、条約党と呼ばれる党派を作った。理事党は、白人の無断居住者や州政府及び暴力者汰が、事態を悪くする前に、合衆国から有利な条件を引き出した方が、チェロキー族の利益につながると信じた。 ジョン・リッチは1820年代後半にジャクソンの官僚たちと非公式の話を始めた。一方で、チェロキー族の移住を予測し、ジョージア州は、チェロキー族の土地を市民に分け与えるために催す、抽選の人志を始めた。しかし、チェロキー族の選ばれた市長ジョン・ロスとその多大多数のインディアンは断固移住反対の姿勢を崩さなかった。政治的な捜査が始まった。 ロス首長は1832年の種族の選挙を取りやめ委員会が理事党を弾劾しそのメンバーの一人は殺された理事党はこれに対抗するためにチェロキー族の一部のみを代表する委員会を構成したこれがチェロキー族を二つに割ることになり西部のチェロキー族はメジャーリッチに率いられ東部のチェロキー族はジョンロス首長をチェロキー族の主長と認め続けた 1835年、ジャクソンは、ジョン・カイ・シャーマー法王牧師王条約交渉の使者に指名した。合衆国政府は、インディアン移住の見返りに450万ドルを支払う提案をした。この条件は1835年の10月に、チェロキー族の委員会により拒絶された。ロス市長は、自分の管理する種族とリッチとの間の隙間を埋めることを目指し、 ジョン・リッチと共に、新しい交渉のために、シントン・ DC に行ったが、そっぽを向かれ、シャーマー法ンと交渉するように言われた。この間に、シャーマー法ンは、ジョージア州、ニューエ・コタで、移住賛成派の委員会との集会を開いた。数千もいた、チェロキー族のうち、ほんの500名が招集に応じて出席し、1835年12月30日。 チェロキー族移住に賛成する21名が、これには、メジャー・リッチとエディア・スブーディノットが含まれていた、ニューエコタ条約に署名するか、署名の代用を意味する X 記号を残した。ジョン・リッチとスタンドアティーは、条約文がワシントンに戻ってきた時に署名した。ロス首長は、予想通り署名を拒んだ。署名したものは、ジョン・リッチが起草し1829年に、 制定された、チェロキー族の掟を侵害していた。その掟を破り、チェロキー族の土地を売り渡すことに、同意した者は、罪とされ、刑は死であった。チェロキー族委員会の誰もその書面に署名しなかった。この条約では、ミシシッピ側ワイのチェロキー族の土地を売り渡すことに、同意していた。この文書は詐欺だというチェロキー族委員会やロス市長の抗議にもかかわらず、 アメリカ合衆国議会は1836年5月23日に1回の投票で条約を批准した。この時に理事党を含み多くのチェロキー族が西部に移動し、すでに移住していた者に交流した。1836年の終わりまでに6000名以上のチェロキー族インディアンが西部に移動した。しかし、16000名以上の者が南部に残り、 条約の執行期限は2年間しか残されていなかった。ニューエコタ条約に対する抗議が続いた。1838年春、ロス市長は1万5000名以上のゼロキー族から署名を集め、合衆国議会が条約を無効にすることを求める、請願書を提出した。多くのアメリカの白人も条約のあやふやな合法性に起こり、議会に チェロキー族の移住を強制しないよう求めた。例えば、1838年4月23日、ラルフ・ボルドエ・マーソンは、ジャクソンの後継者、マーティン・バンビューレンに手紙を書き、チェロキー族に大きな非道行為を行使しないよう訴えた。それにもかかわらず、自発的な移住の期限である1838年5月23日が、近づくと、バンビューレン大統領は、ウィンフィールド、 スコット将軍に強制移住作戦の指揮を割り当てた。スコットは約7000名の兵士を率いて5月17日にニュー・エコタに到着した。部隊は5月26日にチェロキー族インディアンをジョージア州に集め始め10日後、作戦はテネシー州、ノースカロライナ州及びアラバマ州にも広がった。約1万7000名のチェロキー族インディアンと浮遊な チェロキー族に所有されていた約2000名の黒人奴隷が住んでいた家から銃を突きつけられて3週間にわたって移動させられ宿営地に集められた。多くは背中に衣類を追っただけだった。続いて出発点に指定されたテネシー川沿いのロスズランディング、テネシー州、チャタヌーガとガンターズランディング、アラバマ州、ガンターズビル及びハイワシー川、テネシー州、 カルフウソイのチェロキー族部局に近いカストリで、テネシー州チャールストンに移動させられた。それらの地点からは、インディアン居留地まで、ほとんどが徒歩で時には、馬や馬車、ボートを組み合わせて、およそ1200マイルの距離を3つの経路で進んだ。最初の宿営地で赤リなどの病気が流行り、多くの者が死んだ。3つの経路に送り出された後、1つのチェロキー族集団が、 スコット将軍に涼しくなって更新が容易になるまで待ってくれるように嘆願た。これが認められ、この時敗北を認めていたロス首長は残りの皇帝がチェロキー族委員会の監督で進められるように進言した。これには費用がかさむのでが衆国政府の中に反対の声が上がったが、スコット将軍は残りの1万1000名のチェロキー族を ロス市長に預けて移動させる役場を採定した。チェロキー族の管理による更新は8月28日に始まり、平均1000人ずつの13の集団になって進んだ。この配慮は全ての者のにとって改善であったが、病気がまだ多くの命を奪った。涙の道の結果として死亡した者の,の数については、様々な推測がなされた。 アメリカ人の医者で宣教師のエリザー・バトラーは、一つの体と歩んだものであるが、宿営地で2000名道中で2000名と見積もった。この合計4000名という数字はよく引用される、数字となっている。1973年の学者による人口統計調査では合計で2000名が死んだと、された。1984人の別の調査では合計8000名となった。 旅の途中で、人々は、アメージングフレースを歌って、士気を高めていたと言われている。伝統的なキリスト教賛美歌が、この時より前に宣教師のサミュエル・ウースターと、チェロキー族のエリア・ブーディノットの手助けによって、チェロキー語に訳されていた。以後、この歌は、チェロキー族インディアンのある、死の国家になった。移住させられた、チェロキー族は、最初に、オクラホマ州。 ターレカーの近くに定着した。ニューエコタ条約と涙の道による政治的な混乱のうちにメジャー・リッチ、ジョン・リッチ及びエリアス・スブーディノとは暗殺された。リッチ等の指導者の中で唯一スタンドア・ティーが暗殺を回避した。チェロキー族の人口は最終的には元に戻り、今日の合衆国では最大のアメリカ・インディアン集団となっている。この移住には例外もあった。 おそらく1000名のチェロキー族は合衆国兵士の目を逃れ、ジョージア州と他の州に移り住んだ。種族共同で所有していた土地以外に個人的に土地を所有していたチェキー族は移住の対象にならなかった。ノースカロライナ州のウィリアム・ホーランド・トーマスという白人、少年の時にチェロキー族の養子になっていたが所有するグレート、 スモーキー満点にある土地に住んでいた約400名のチェロキー族は移住の対象とならなかった。これら、ノースカロライナ州のチェロキー族は、チェロキー族東部隊となった。涙の道は合衆国の歴史の中でも最も痛ましい話の一つと一般に考えられている。この出来事を記念するために、アメリカ合衆国議会は1987年に、 ナミナの同国立歴史の道を指定した。この道は9つの州にまたがり、長さは2200マイルある。2004年、カンザス州選出の上院議員で、共和党員のサム・ブラウンバックが、過去のインディアン種族に関する合衆国政府の間違った政策に対し、合衆国のために、あらゆる先住民族に謝罪をおる共同提案を行った。 上院共同決議案37。上院はまだこのための行動を取ることができていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。